オッケー。はい、おはようございます。おはようございます。待って、デイビッドさん、ルーベありがとうございます。ヤッチョさん、バラありがとうございます。アッスーさん、ハートありがとうございます。おはようございます。はい、今日はあのナンバー新しい夜明け大作戦の配信の担当になったということで配信していきたいと思います。今日はね、なんかね、ライブについてって感じなんですけど、その前に今日は NMB48 が13歳のお誕生日を迎えました。すごいですよね。はい、13歳、アミとね同い年なんですけど、アミの方が少し年上です。はい、3ヶ月ぐらいですね。はい、おはようございます。そう、13周年ほんまにすごいです。ほんでツイッターでなんかね流れてるんですよ、動画があるんですけど、ちょっと公式から出てるのでね、ちょっと見てほしいんですけど、その動画の中に映らせてもらってて、なんかね、あの何ですか、映ってみたいな言っていただいて、ほんまにね嬉しかったです。めっちゃほんまに嬉しかった。あんなね、何ですか、あの節目の動画、節目のねすごい大切な動画の中に入れてもらって、めっちゃ嬉しかったです。はい、本当に嬉しかったので皆さん見てください。そう、クラッカーも鳴らしましたね。アミはあのお家でクラッカー、お誕生日の時によく鳴らすんですけど、なんかクラッカーって成功するとね、あのファーンって出るじゃないですか。けどあの失敗した時はなんか中で止まるんですよ、一個も出てこずに。今回のね動画でそのクラッカーを鳴らしたんですけど、今回はちょっと成功とまでは言えなかったけど、まあ失敗でもないかなぐらいです。もうちょっとねでも飛ばしたかったですね。はい、皆さんはお誕生日の時にクラッカー鳴らしますか。はい、ハスキーさん、バラありがとうございます。コスモライトさん、花束ありがとうございます。徳島カズさん、ハートありがとうございます。 SIC さん、ハートありがとうございます。ナジュラルさん、ハートありがとうございます。ジェラさん、ペンライトありがとうございます。日高浩二さん、ルーペありがとうございます。ユージ工事中さん、ダルマありがとうございます。日高浩二さん、なるほどありがとうございます。テイテイさん、ルーペハートありがとうございます。モーチさん、ハートありがとうございます。てっちゃん、ダルマありがとうございます。クリリンさん、ハートありがとうございます。リカちゃん、ハートありがとうございます。シマムーさん、ハートありがとうございます。チョウキチさん、ルーペありがとうございます。みたん、おはよう、今から仕事行ってきました。あ、レイさん、いってらっしゃい、頑張ってね。今日はでも3連休ですよね、祝日ですよね。あ、すごい、だから NMB48 の13歳の誕生日やから、なんかそういう記念で祝日なんかもしれないですね。りょうじさん、結婚してありがとうございます。まゆちゃん、ルーペありがとうございます。そらさん、ハートありがとうございます。まふみさん、たこさん、ありがとうございます。まぼさん、ルーペありがとうございます。そうですよね、きっときっとそうですよね。アミはね、そんな気がします。もう毎年、もう今日はもうあの記念日ということで休日にしてもらって大丈夫なんですけどね。今日は何の記念日か分かるやって、何やろう、あのスポーツの日みたいになりますよね、10月に。確か9月やっけ、なんかそんな気がする。何なんですか、分
からへん。昨日もカジパ会えなかったよって。えスポえそれだよだって今日だよって。え嘘やん、すごくないですか。ええやばくないですか。えびっくり。みはえーやばいですね。えなんか敬老の日かなとか思ったんですけど、この前敬老の日にあのおばあちゃんとおじいちゃんにね LINE を送ったなと思ってて、じゃあ今日は敬老じゃないかってなった時に何やったっけなと思って、スポーツの日って言ったら正解だった、イエーイ昔は体育の日だったけど変わったね。ねなんか2020年ぐらいの時にニュースでやってるの見ました。今年から体育の日からスポーツの日にみたいな。そう、おはよう。久しぶりに大阪行ったが新快速が意外に早かった。あー新快速ね、確かに電車ってなんか乗ってる側はそんなに速いと思わんけど、なんかのあの外から電車が見えてるのってさ、めっちゃ速く見えません？なんか乗ってると別に速いと思わんのに外から見るとめっちゃ速いみたいなアンナちゃんハートありがとうございます。昔は10月12日が体育の日で祝日だったって。すごい、名前も日にちも変わったんですね。ナチュラルさんだるまありがとうございます。ワタッチさんルーベありがとうございます。あやばいサンキュー PM さん、ハロウィンの帽子ありがとうございます。そうハロウィンの帽子なんですけどね、見てください。宮本パンをパンちゃん、あのね今日からマントがついたんですよ、わかりますか。はい、てっちゃんハートが3つのやつありがとうございます。じんくんハートありがとうございます。まぼさんハートありがとうございます。あみこおはよう、起きられてありがとうございます。そう、ほんでねもう今日は13周年でむっちゃ節目の何ですか、年で。あとあそうそう思い出した、あみねツイッター朝にあげるときはあの夜にあげないといけなくって、夜にあげないといけなくって、あの夜にあげるとねその13周年のハッシュタグがちょっとよく分かんなかったんですよ。で、アミはハッシュタグ NMB4813 周年って書いちゃってちょっと48が多かったんですよ。だからぜひ皆さんはツイートするときにハッシュタグ NMB40 あかん NMB13 周年でお願いします。そうだからねちょっと今度上げ直します、後でちゃんと次開けるときは NMB13 周年しますね。あ、4813になるが、確かに NMB4813 周年になっちゃうから、なるほどね。もーちさんレターありがとうございます。 NMB とあみたん同い年だね。そうなんですよ、ほんまにね嬉しいですね。これからもねあの同い年なんか一緒にね年齢を取っていきたいと思います。さみこちゃんおはよう、 NMB13 周年おめでとうございます。やってね、ほんまにすごいですよね。はい、あみたちは12周年のキューキーのね、あ12周年のライブで急遽候補生として出させてもらったんですけど、まさかね13周年もあの一緒にメンバーとして踊りたいなって思ってたんですけど、本当にね13周年で踊れると思ってなかったのでめっちゃ楽しかったです。
紀元前、確かに。え、紀元前4000年前、なるほど、すごいですね。そうでね、しかも13周年ライブで影穴、昼公演の最後の影穴もさせてもらってね、もう本当に嬉しかったです。なんか初めての周年ライブでそんなに大事な役をしてよかったのかって思うぐらい嬉しかったです。100周年まで行ってて、100周年、あ、そっか、100歳か。いやちょっとそれはね、どうでしょうか。タンベーマーボー改めて学ぶさん、ハロウィンの帽子ありがとうございます。そう、影穴出てきた時に海の声分かりましたか。なんか、なんかね、でも多分ね、どうでした、分かりましたかね。あ、難しい。おはようございます。もうなんか噛まないようにするので必死で、むっちゃもう手がブル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 震えてました。周りにね、結構空気のみんながいてので余計にね、もうふわーみたいな感じで緊張しました。アンナちゃんハートありがとうございます。今から劇場に向かいます。お、今日はね、何倍かを開花宣言なので B2 さんの公演ですね。13周年は9期生だけでやる曲も私よかったね。そうなんですよ、なんか13周なんかね、5月と7月のあれも出てたんですけど、ライブ出たんですけど、7月の時はね、7、8、9期のライブがあって、次世代ライブがあったので結構覚えるのがすごい大変だったんですけど、今回は9期生として踊る曲が多かったので逆にね、わかりますか、大変でした。初めての曲とかもあったのでね、ほとんど初めての曲だったので、前は9期でやる曲は17人でやるのが初めてってだけで、公演でやったことはね、ある曲ばっかりだったので、今回はもう曲自体初めてのものが多かったのでね。はい、ティティさんハートありがとうございます。里正さんペンライトありがとうございます。のぶろうさんハートありがとうございます。ヒルウルの開演終演で2期生と9期生年少組でやってようのえね、流行ってるのねーかな。そうなんですよ、宮や影山素敵です、ありがとうございます。そうでもね、あの日むっちゃ急に影穴するよって言われて、へーってなりました。そう、びっくりしました。おみさん、かわいい、ありがとうございます。そうなんです。もちろん分かってるってすごい。それは、網マスターですね。これからもマスターしちゃってください。はーみたん、今日はまだ仕事中だからまた明日寝て、あ、頑張ってください。ベリマヨさん、ルーペありがとうございます。13周年に13歳のアミタンの応援で生きてるの不思議な気持ち、ありがとうございます。皆さんこれからもアミのことをずっと応援しててください。ハキハキ聞こえましたって、そうですか、めっちゃ嬉しい。それはもうなんか緊張しすぎて自分がちゃんと言えてるかすらももう覚えてないんですよ。だからそんなこと言ってもらえると嬉しいです。アミタンの声すぐ分かるですよね。結構特徴的な声してると思うんですよ、自分でもね思います。宮本さん、ハロウィン終わったらすぐクリスマス来るよね。来ますよね。でもね、めっちゃ楽しみなんですよ。でもちょっと怖いの分かりますか。なんか玄関とかにさ、サンタさんが立ってたらどうしようかな、ちょっと怖くなります。いつも
だからサンタのもう次の日になるとプレゼントが届いてる日はね、もうあー届いてるよってなるんですけど、届く日の前はどこから入ってくるか分かんないって考えるとね、ちょっと怖いですよね。13周年魂だけ参加しましたって、魂ありがとうございます。じゃあ14周年はね、ぜひ一緒に体ごと楽しみましょう。オーナーフヒトさん、小判ありがとうございます。ちょっと小判のジェスチャーがよく分かんなかったです。オーナーフヒトさん、ハートじゃあダルマありがとうございます。ワタッチさん、バラありがとうございます。カイアナ、私より先にこれアミコじゃないって友達が気づいてた。え、すごいですね。あ、私まだ授業が足りないかもで、じゃあこれからぜひね、もっとアミのことを知ってください。そう、若田が今日出るんですよ。すごいですよね。そう、なんかツイッターに行ってきますっていうのがね、選抜の方がみんなたくさん上がってました。14日の公演、コヨリンいてないね。ね、本当に初めてですよね、コヨタンがいないのは。皆勤賞だったので、コヨタンはすごい。本当に皆さんもアミが出てる公演ね、ぜひ皆勤賞取ってください。アミが出てる公演、これから新しく振り入れからの初めてやる曲増えていくんだろうな。ね、でもなんかね、5月とかも7月は本当にまず公演でやってる曲以外はもうない、ほとんどね、曲は聴いたことがあったとしても振りが分かんないっていうのが多かったので大変でした。もう全部初めての曲だったので。でもしかもその次世代ライブは結構激しめのね、ハチノスダンスとかもあって大変だったんですけど、でもそういうのって時間かけてやるからこそできた時がめっちゃ楽しいんですよ。達成感やばいし。なのでアミはね、新しい曲を覚えるのは好きです。早く公演で涙の渚最高みたいになって、そう10日にねアミが出るので、ぜひ皆さんお越しください。アミに会いに来てください。野原しのすけのすけさん、レインボースターありがとうございます。冬将軍のリグレットの赤キーのポーズが可愛すぎて衝動買い したって。ロドリゲスさんありがとうございます。あの赤キーを連れてぜひアミクラしてください。アミをいろんなところに連れて行ってあげてください。テイテイさん、ルーペありがとうございます。そう、ライブの鍵穴が急でびっくりしました、ほんまに。15分経過しましたね。もう60何日やっけぐらいですよね。66かな。ちょっと待って。ちょっと一瞬待ってくださいね。お待たせしました。これです、これです。アクキー冬将軍のリクレット、ほんまに可愛いですよね、この衣装。待って、待ってね、あかんね。あ、じゃじゃーん。じゃららーん。
ちょっとね、じゃかじゃん、こんなんです。冬将軍のリグレット、愛も気に入ってます。めっちゃなんかピントが合わへん。なんか電気がついてるからですかね。近すぎる、ちょっとダメですね。まあでもめっちゃお気に入りです。サンタ通報案件、サンタ来たよ、怖い怖い怖い。でもね、サンタは、皆さんサンタはどこから入ってきますか。いつもアミはね、玄関のドアを開けません。リビングにいるときに窓を開けておきます。はい、ちょっとだから寒いですよ。アミでもサンタと仲良い、どちらを来たいですか。アミはサンタ来たいです。なんかね、いつも思うんですけど、トナカイって飛べないじゃないですか。じゃあトナカイはアミ的に飾りなんじゃないかなと思うんですよ。サンタのもうソリ自体が浮いてるだけなんじゃないかなってアミは思ってます。トナカイが飛んでるんですかね。ひろゆきさん、誰もありがとうございます。ひろゆきさん、ハロウィンの帽子ありがとうございます。アミコってかわちい、ありがとうございます。皆さんアミコ呼びでも OK ですよ。もともとね、家族にアミコって呼ばれてたんですよ。はい、もうあのお母さんはアミコじゃないんですけど、お父さんとお兄ちゃんはアミコなんですよ。はい、アミもいつかね、番組に出れるように頑張ります。ほんまにほんまに頑張ります。出れるように。おはようございます。あ、10日も行くし14日も行く気満々、ありがとうございます。ほんまに楽しみにしてます。皆さん、アミにたくさん会いに来てください。その時にね、ぜひアクスタとか持ってね、公演前にあのバナカとか食べてください。美味しいので。明日行くよ、アミタのバースデーカード持ってくるって、ありがとうございます。楽しみにしてます。アミタの出てる公演は全部申し込んでるけど、会費証ではないんですって。でも、もう何ですか、その気持ちが嬉しいです。ありがとうございます。明日は出るっけ。出ますよ、出ます。 DMM 解禁でも許してください。それはね、もう解禁ですね。14周年アミタン昇格してるかなって、どうやろう。でもできるように頑張ります。あ、14日は行けないけど明日の公演行くね、だって、ありがとうございます。もう皆さんに会えるの楽しみにしてます。おはようございます。クリームパフさん、ハートありがとうございます。JS ですかって、違います。 JC です。こっちか、 JC です。 JC 女子中学生です。中学1年生です。でもあんまり JC ってあんま言わへん。あ、50分やって、いやー、コスモライトさん、レインボースターありがとうございます。野原しのすけのすけさん、レインボースターありがとうございます。リカちゃん、ハートありがとうございます。アサヒさん、ハートありがとうございます。間違えた、アサガさん、ハートありがとうございます。それではね、そろそろ誕生読みたいと思います。ピロピロさん、レインボースターありがとうございます。次の涙に会えるのは29日の握手会館。わー、嬉しい、会いに来てくれるんですね。皆さん
アミドたくさん握手しましょう。ルーム配信も久しぶりみたいな。ああ確かにちょっとね、やります。じゃあ後で、はい、待っててください。やります。ちょっとツイッター流すので待っててください。じゃあね、まず1位のコスモライトさん。コスモライトさん、今日は何が好きですか？何書こうか。いつもあ、わかった。じゃあちょっと今日はね、アミがちょっとアレンジしちゃいます。はい、今日はアミがちょっとアレンジしちゃいますよ。待ってくださいね。さあ、どんなんが出てくるか、お楽しみにしてください。待ってください。ちょっとなんか歪んだ。ちょっと待ってね。はい、出来上がりました。ちょっとほっぺをつけます。はい、ちゃちゃーん、じゃららーん、どうでしょうか。はい、こんな感じです。はい、チーズ入ってない。はい、チーズ。カシャ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 。はい、ありがとうございます。ちょっとね、ルームズ配信、この配信が終わった5分後にしようかなと思います。はい、じゃあ壇上読みたいと思います。13位、アナちゃんありがとうございます。12位、てっちゃんありがとうございます。11位、もーちさんありがとうございます。10位、サンキュー PM さんありがとうございます。9位、オーナフヒトさんありがとうございます。8位、ベリマイさんありがとうございます。7位、マボさんありがとうございます。6位、ワタッチさんありがとうございます。5位、日中浩二さんありがとうございます。4位、里政さんありがとうございます。3位、テイテイさんありがとうございます。2位、野原しのすけのすけさんありがとうございます。1位はドグ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 コスモライトさんでした。ありがとうございました。やっぱり10分後にします、ルーム最新。この後ね、すぐにアミはカシュパをしようと思うので、皆さんぜひ会いましょう。はい、では13周年おめでとうございますってことでね、これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。じゃあ、まずカシュパしてから、ツイッターが流れたらいいんですけど、流れなかったら8時15かな、15からやりたいと思います。